まず最初にご紹介するのは都市か。うん、スタートしたばっかりですからね、はい、慎重に決めていきたいところですけどね。今そうですね、もうあと、ただこの前の総決戦からですからも、はい、なんか良くなってきましたね、だんだんに、はい、取っていけるようなそういうもう力を持った選手ですから、はい、ね、そうですね、すごくですからこのカードが、まあ、日本対フィリピン、もう一つがフィリピン対アメリカ、インドのことになりますよね。前も言いましたけど、とりあえずもね、はい、もういいんじゃないですかね。はい、でもね、なんか最初のうちテレコブリッジを作るのも、ね、初心者ですとすごくぎこちなくレゴンみたいですけども、はい、さて年川は33歳です。まあ、日本の選手の中でも一番安定してるんじゃないですかね、今回やってました。ブレイクスクラッチで自分のリズムを掴んでいきたいところですから、はい、さあどうか来ました。吉川選手はもう、はい、昨年の世界選手権で日本の同じタイということで、はい、それが2度目の世界強い選手ですね、もちろん今は日本のランキングでもトップの選手ですから、はい、いいですね、まあ、勝っても負けても吉川選手にとってみれば心当たりでレイズと一緒にやれるっていうことだけでは、はい、うん、いいんじゃないですかね、はい、満足してると思いますよ。ここまで来て、さあこれこれは本当にイージーな失敗はしないですからね、はい、うん、そういう意味で本当に安定感がありますけど、ね、はい、さあ今度は5対4の成績からご覧いただきます。すごいところからのアングルですね。そうですね、ここ、普段見に行っては見えない角度ですもんね。そうですね、マジシャンですよね、はい、マジシャンレイズと言われてますけど、まあ、誰かがどうかでつけるんでしょうね。そうですね、自分で名乗ってく人もいるかもしれないんですけど、まあ、こう、はい、そこから出ていったと思うんですけどね、まあ、ミドルネームというか相性が、はい、あの、なんか意味らしいんですけども、なんでしょうかね。日本の都市から一つ、はい、都市川君を取って6対5になってますね、はい、おお、いきます ね、 ね、チャン・ハオピンと日本の山本と、そうですね、前ですから、9番が、
ポケットにカメラがありますから、こちらにね、当たってきそうですね。ホテルまでは10分ちょっとぐらいあるんですけどもね、そこまでこう会場に歩いて来てるんですけども、栃川選手はなんかそのこう歩いてでからあまり食べる、そうですね、もうないですよ ね、全然ないんで、ピザハットとかね、ああいうところでしかないんですよ、でも次のボールまたこれで並びました。栃川対レイズの対戦は9対8、栃川が再びリードをしているところからご覧いただきましょう。このブレイクも重要ですね、はい、ここ取ればリーチかかりますからね、はい、6番入ってましたからね、はい、9球こういった場面から4番9番コンビネーションです、ね、できてますからいけるところはもうどんどん取っていくとんですね。これをあそこに持ってきたいというところですね、はい、見えてしまうんですが、もうレイズにとってはこういうふうに ね、簡単にいくわけですねっていうのがやっぱりもうそれだけでもすごいことだと思うんですけれどもね、相当プレッシャーかかずもうマジシャンとかいろいろ言われて、はい、大きなタイトルっていうのを取ってないですからね、この大会にかけてるんじゃないかなと思うんですけど、とっても好きな選手の名前にこのエフレン・レイズが入っています。そうですね、日本のファンも多いですからね、はい、レイズは、ミスも許されないんですから、弱すぎるとまた手前で止まりますしね、来た、どうだ、来ました、あー、うわー、せっかく残念ですね、これはなかったですね。そうですね。今のやはり後半に来て3つぐらいありましたからね。そうですね、アンラッキーなところが、はい、結局11対9、レイズが。